すごい山の奥だよね。まあ、だけどこうやって今日ずーっとしてくれるから、鳥羽伊勢っていうのはもう森ばっかだな、山で。才能の宮ね。今日泊まります。いらっしゃいませ。お疲れ様でございました。こちらアンコールの研修会をお願いいたします。失礼いたします。あ、どうも。どうも。今日うちらが泊まる部屋はババーン。和室、ソファーがありのオーシャンじゃないビュー。すごっ。マッサージチェア付きで、テラスがあって露天風呂付き。行ってみよう。すごっ。洗面所。おお。そして大事なアメニティ、アメニティに関しては、ボディ用マッサージ、シートマスク。これなんだろう。あ、靴下。ボディタオルにカミソリにコットンセットにヘアブラシ、もちろん歯ブラシとレンジ、シャワーキャップと、カバン。そしてここは、シャワーブースで、ここを取り壊すと、Yes. で、つながっているというね。はい、ありがとう。今日は楽しくない。お疲れ、お疲れ。エンジェラブルは添えてよ。乾杯、乾杯。ありがとう。乾杯。山梨がない。山梨に温泉地って静岡じゃない？静岡に温泉地ある？え、静岡の温泉区じゃない？温泉区、熱海も伊豆も、熱海も伊豆もあるじゃん。熱海も三島だとかな、山梨は、山梨はどうですか？山梨も温泉あるよ。何温泉？何温泉だろうな、この、甲府？ああ、甲府だ。甲府の方が、おお、富士山見えるでいいよね。山梨と静岡。箱根って神奈川なの？箱根は神奈川だな。修学旅行で行ってないか。神奈川、山梨、静岡。山梨いいね。行ったことないまだ。野菜と海鮮か。そのお肉、海鮮から2つ、で野菜が2つ、伊勢鶏大葉揚げか、伊勢豚ヒレ肉か、天ぷらってことはフライじゃないんだね。サンマス、うん、肉が焼けた焼けたー、どうしようかな。肉にしようかな。どれに、どれで食べよう。そう。ね。そう。私、肉にしよう。で、まず、
エリンギってこっち少々の無言になるの知らなかった。これあれか、ズッキーニか。もちろんエリンギってむくみ予防の効果もある。何エリンギはね、むくみ予防の効果もあるって書いてある。何の効果？むくみ。むくみ、うん、これじゃ利尿作用があるってことだ。利尿作用があるのかな。むくみ取るのは利尿作用だもんね。利尿か汗かくかな。水分を体から抜くわけだもんね。どうしようもない。ねえ。何？肉。あ、おいしい。うめえって感じ。おいしいっていう。はい、今日一日の予定が全部終わりました。今日は日曜日だったんで、ちょっとまああんまりこう有名なスポットとかには行かずに、こう軽くご飯食べて景色を見て、でホテルの方に来てご飯食べてっていうね、ちょっとのんびりした感じで一日が終わりました。久々の遠出、そしてお泊まり、家族旅行ということで、ああ改めまして、はい、ということで、まあ明日は伊勢の有名な観光スポット、おかげ横丁周辺を、散策する予定です。久しぶりにお酒も飲んでいい感じでした。それではおやすみなさい。おかげ横丁来ました。はい、お飲み物とセットですが、お飲み物はこの中から選んでください。抹茶にします。はい、私初もみじで抹茶のセット。はい、赤さんお抹茶でよろしいですか。はい。はい、じゃあ初もみじで。はい。クリキンさん。クリキンさんで、はい。お飲み物は赤さんお抹茶で。はい。赤さんお抹茶で。かしこまりました。All right.This trip to Mie Prefecture is over after having Japanese sweet and matcha that are beautiful and delicious. As a native of Aichi, I hope I can continue to report the charm of the Tokai region. So please look forward to the next video. Thank you for watching everyone. And don't forget to subscribe, ring the bell, leave your comments. See you next time!